花房観音この連載を始めたのは、50歳が近づき、閉経の兆候を感じながら、気持ちや体の変化をリアルタイムで書きたいと思っていたのが一番の動機だ。閉経し、自身の性欲や性への興味がどうなってしまうのだろうとは、数年前からずっと考えていた。もう一つ、主に性愛をテーマにして書いている私が、性欲や性への興味を失うと、書くものは変わるのかというのも重要な問題だった。